こんにちはのりさんです皆様お久しぶりでございます、えー、お元気でいらっしゃいましたでしょうか本当にねちょっとだいぶ時間が空いてしまったんですけども、えー、今朝ね急にちょっとあの復活したくなったというかもうまさにねこの自分で選択している感じというのはなくてもう日々 行き当たりばったりで感じたまま行動をしている、まあのりさんなんですけども、えー、今日は、えー、急になんとなく、まあ、動画をやりたくなったのでちょっと久しぶりですけど撮ってみようかなと思います。でちょっとねあの前回お休みしますって動画を上げた時にちょっとお話しさせていただいたんですけどもあの、まあ、新しいことにチャレンジしたいから っていう理由を一つ挙げさせていただいたんですけども結局その新しいチャレンジっていうのはまあ,あのやらないことになっちゃったんですねはいでも早々にまあこれやめたってことでやっぱりやらないことにしたんですけどもそしたらまた今度本業の方のお仕事がね急に立て込んできてまあほにこれ動画やってる場合じゃねえなみたいな <laughs> それぐらいの忙しさになってしまって でそれプラスまた家のこととかねいろいろ立て込んでて本当にまあ、えー、時間が取れなかったんですけども、まあ、ここのところはまあ仕事もだいぶ落ち着いてきてでまああのとあるコミュニティでのね、まあ、あのいろんなあの会に呼ばれてまあ まあ実際お会いできた方もまあ何人いらっしゃるんですけども酒を飲んでまあ楽しい会に呼んでいただいてまあいろんなところにまあ,あの遊びに行っててまあ遊びに行ってたりとかまあしてたんですけどもえそんなわけで今日はえ久しぶりの動画まあ何を話そうかと言いますと今日はねえ人生は自作自演ですというタイトルで話してみようかなと思ってます まあね、この話はね、これまで私の動画をまあ見てくださった方にとってはもう何回も聞いてますよ、みたいな、そういったね、話に聞こえるかもしれないんですけども、最近はね、あの、まあチャンネル登録をしてくださる方の、あの、なんだろう、タイプが変わってきたというか、だいぶ入れ替わりもあったようなので、まあ普段私がどんな話をしているのかっていう、まあそういう精神世界の基本的なこととかを、 お伝えしようかなと思ってます、はい、で、えー、まあ簡単に言うとですねこの私たちは過去の記憶で生きていると言えるわけなんですね、うん、あの過去の記憶の集積によって生きてるんですよでこれどういうことかって言いますと 例えば、まあ皆さん嫌いな人がいるとしますよ。それが会社の上司であったりとか親であったりとかね、先輩だったりとか、まあ部下とか近所のおっさんとかまあ何でもいいんですけども、そういった嫌いな人が自分に対して嫌な言葉を投げかけてくる、まあそういったシチュエーション、まあ誰でもあると思うんですけども、でもこの時に心がもやもやする人と、 なんとも思わいい人がいるんですよ、ねうん、でこれ違い何なのかっていうとねこれが、まあ、あの思考のメカニズムなんですよ。でこの思考のメカニズムの話をすると、えー、なんでその相手の言葉に対して自分がイライラしたりとかモヤモヤしてしまうのかっていうこの基本的なメカニズムはその相手の言葉に対してのこの言葉は こういう意味だという理解が、それぞれの人の頭の中に、脳の中にあるからなんですね。うん。まあ、例えば、あの、上司から、お前って本当に何にもできないんだなとか、お前本当に世間のこと何にも知らないんだなって、こうやって言われたとしますよ。うん。で、ここで、その言葉に対して、 なんかモヤモヤするイライラしちゃう中には激しい怒りを感じる人もいるかもしれないんですけどもそれは何でかっていうとその、えー、例えばこの世間のことを何にも知らないんだなって言われてなんかモヤモヤってしてしまうのはその人の中に世間のことを何も知らないのはそれはよくないことなんだ許されないことなんだという 解釈があるからなんですよ。うん。まあ、しかしですよ。実は、世の中のことをよく知りません。まあ、私なんかの政治のことなんか全くわからないんですけども、まあ、あと、歴史のこととかよく知りません。このスピリチュアルのこともよくわかりません。こういった状況であっても、それで、じゃあ、人生生きる上で困るかどうかっていうと、 全然困らないんですよねそこは本当は関係ないんですよこの政治のことを知らないと人生楽しく生きられないのかっていうとそんなことはもう全然関係なくて自分が日々楽しく幸せに生きようと思ったらまあ知らないなら知らないままで何にも問題ないんですよねうんで私なんかはいろいろ探究するのが好きなんで例えばあのちょっと 陰謀めいたことにしても宗教のことにしてもまあ,あの歴史のこともまあちょっと調べるんですけどもまあ、結構いろいろ調べる方なんですよただこういった知識っていうのはじゃあ知ったところでどうかっていうのもすごく たくさんあるんですね。もちろん知ることによって自分の解釈が変わって、それで自分の人生を良い方向に持っていけるって場合もすごくあるんですけども、まあちょっと話を戻すと、その相手の言葉に対してイライラするっていうのは自分の中で消化しきれていない。私は自分のここが許せないんだ。勉強ができない私が許せない。体力がない私が許せない。うん。 仕事ができない私が許せない収入が低い私が許せないっていうこういった固定観念がそれぞれの人の中にあるんですねでこの固定観念っていうのは全部過去の経験から来る記憶の積み重ねによって形成されてるんですよまあ例えば例を挙げるとえ と努力をしてきたんだと。で、努力をすることによって、ある一定の成功をつかんできた方にとっては、そういう人っていうのは、努力をしないのはいけないことであるっていう、そういった観念ができてるんですね。もう結局、本人の経験則なんですよ。だから、あの、例えばホリエモンなんかだと、あの、まあホリエモンってすごく優秀な方じゃないですか。頭もいい。 体力もある、行動力もある、もう全部あるんですね。で ああいう人っていうのは、そのポジションで話をするんで、だから、あの、ホリエモンの話し方っていうのは、みんな圧倒的な努力が足りないんだ。当たり前にできることを当たり前にやってないからみんな成功できないんだよ。俺の真似をすればみんな俺みたいになれるんだよっていう、そういった話し方になるんですよね。要は、ポジショントークなんですよ。あの、ポジショントークが悪いんじゃないんですよ。誰でもポジショントークになっちゃうんです。 うん、それが思考のメカニズムなんですよ、うん、だから反対に私なんかは、まあ、あの努力するの嫌いだしもう流れのままにもうなんとなくずっとダラ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 生きてきたんですけどもでもそれでもうまくいっちゃってるんですよねだからまあ必然的にそういった方向性の話になるわけなんです。だ、うん、だから結局のところそのこの人間だけに 作用するこの自我という機構これがまあそれぞれの分離意識に対してそれぞれ一人一人全く違った解釈を生んでるんですねまあこれが言ってみれば一人一宇宙なわけなんですよでこの一人一宇宙って言葉ねこれ違う言い方すると,、えー、と違う言い方してたのがねこの養老岳先生養老岳先生っていうのはあの まあ皆さんも知ってる方多いと思うんですけど、あの生物学者かな、まあ、よくわかんないんですけども、まあ、あのすごくあのためになる面白い話をされる方なんですけども、で養老先生なんかはあの思考の宇宙なんていう言葉で例えたりするんですね。で思考の宇宙っていうのはもうこれ読んで字のごとくなんですけども、結局のところ、 宇宙ってのは皆さんのそれぞれの頭の中にあるだけですよ、みたいな。まあ、そういう話なんですね。でも、まあ、こう、ちょっと宇宙って言うと分かりにくいかもしれないんで、えっ、ー、と、ちょっと世間っていう言葉に言い換えてみますと、うんと、私たちは、例えば世間、まあ、世間というか社会かな。社会というシステムの中に私たちはみんな生きていると。 感じてるんですね、まあ、一般的な方は、まあ、みんなそうやって思ってると思うんですよ。しかし事実としては私たちそれぞれが頭の中に社会というシステムを作ってるんですよ。でね、これはちょっとね伝わりにくいかもしれないんですけどもこの事実は今の もう脳科学の分野、もう脳科学の分野ではだんだんともう説明がされてきてますし、えー、とまあそれ以前に、例えば東洋思想、東洋思想の分野ではもう随分前から言われていることであって、まあそれがまあ古い人だと、あの、ゴータマシッタールタ君ね、まあお釈迦様の説いたいろんな言葉の中にもヒントはありますし、 まあ、新しい人だと、例えば、ラマナマハルシとか、ニサルガダッタマハラチとか、 ええと、あと、サドグルさん。あの、サドグルさんっていう、まあ、あの、各社の人面白いんですよ。あの、モトクロスが大好きだったりね。まあ、あと、クリシュナムルティとかね。うん、まあ、なぜかみんなインノ人なんですけども。で、あの、まあ、あと、中国で言うとね、あの、老子か、あの、タオイズムの人ですよね。あと、老子と、まあ、創始ですよね。大体いいみんな似たようなこと言ってるんですけど、彼らの話す東洋思想というか、まあ、東洋哲学っていうのが、それが、 本当のスピリチュアリティだと私は考えてるんです。だからね、そういった意味で言うとね、この広い意味でのスピリチュアルってのと、あと、心霊主義的なスピリチュアリズムってのはね、これね、実は違うんですよ。これはメンバーシップの方で話したような記憶があるんですけど、まあいいや、ちょっと話を戻して。 で、まあね、あの、結局何を伝えたいのかって言いますと、私たちは社会というシステムの中でみんな生きているような感覚でいるんですけども、本当は私たちの頭の中に一人一人が社会を作っていて、で、これ、まあ、長島さん的に言えば、要はシャドーボクシングをやってるだけ、要は記憶による 観念によって一人一人の頭の中に社会という幻想を見てるんですね。もうこれ社会は幻想だって今日はちょっと言い切っちゃいますけども。で、これは脳の演算によって行われるだけであって、本当の私たちの正体はもうたった一つの純粋意識があるだけだって言えるんですよ。うん。で、これを例えばあの、 ま、マハルシなんかは、あの、真が、真がですね、真の我っていう言葉で例えたりしますし、まあ、あと、西洋のそのスピリチュアルのメッセンジャーなんかは、まあ、ハイヤーセルフって例える人もいますし、まあ、これ言い方なんか何でもいいんですけども、えー、これなんで何でもいいのかっていうと、実はその真がというものも、思考から見た 解釈としてなんかそういう真我っていう本当の自分があるんだみたいな設定にしないともうあの会話ができないんですね。メッセンジャーとしての会話ができないんでその真我というものがあるんだよっていう体にしてるんですけどもでもこのラマラマハシとかの本をちゃんと読むと実はそういう真我っていうのも本当はないんだよっていうのはちょろっと書いてあったりするんですよね。うん。だからね、本当はねあの言葉にするなら無我っていう言葉がやっぱり 無我っていうのはの仏教の言葉ですよね。つまり、快適のごとく。我はいない。で、これ、大和荒なさん的に言うと、私はいないみたいなね。まあ、そういう話になっちゃうんですけども、ただ、ここまであんまり抽象度を上げた話をすると、もうね、もともこもない話になっちゃうんですよ。<laughs> じゃあ、どうすりゃいいんだって言ったら、まあ、どうしようもありませんっていうことになるんですけども。だからね、あの、 こういうね、精神世界の話って、どの辺にポジションを置いて話すかで、だいぶ変わってくると思いますし、だから人によっては、えー、このメッセージが矛盾して聞こえるって場合もあるんですけども、本当はね、このちゃんとしたこの、 スピ系のメッセンジャーっていうのはみんなそのポジションが違うだけであの伝えようとしていることは同じだったりするんですよね。うん、でその中で面白いのが例えば脳科学者のトマベチ博士ですよね。でトマベチ博士なんかはすごく、まあ、あの仏教に精通されている方なんですけども。その仏教を 上手にに自己啓発に利用してるんですよ、ね、まあこの辺さすが友達さん上手いなって思うところなんですけどもあの東洋思想つまり本質的なスピリチュアリティっていうのは非二元的な話になるんですよ。 うん、つまり二元を否定してるんですね。まあ、相対性になってないですよっていう、そういった方向性がまあ基本的なメッセージになるんで、だから二元的に解釈するこの自我というもののメカニズムを見抜いて思考から 離れましょううねっていあこれが本質的なスピリチュアリティの話であってだからまあみんな瞑想しましょうねって言ったりとかヨガをやりましょうねとかあの瞑想とかヨガっていうのはつまりはあの自我のメカニズムを見抜くためのな,なんて言うんだろう要は体系化 したものなんですね。うん。こうやってやると、あの、自我ってのがどういうものなのか、思考ってのがどういうものなのか、ってのを、あの、昔の人が、まあ、知恵を絞って考え出して、その体系化したのが、まあ、瞑想であったり、座禅であったり、ヨガであったりとか、まあ、そういうもんなんですけども、まあ、あと、クリシュナルムルティなんかも、その、自我という気候を見抜きましょう。思想、あの、思考を見抜きましょう、みたいな。まあ、こういったメッセージが基本なんですけども、 まあ、あと、ブルースリーですよね。あの、don't think, feel. あの、ブルースリーっていうのも、あの、要はね、クリシュマンムルティのね、哲学を学んでるらしいんですよ。これ、まあ、あの、アコちゃんに教えてもらったんですけど、だから、まあ、あの、考えるな、感じろ、みたいな。考えるっていうのは思考なんで、感じろ。つまり、今しかないんだ。もう、思考なんてのは、過去の記憶の積み重ねによる、まあ、その集積から来る解釈でしかないんで、そこから離れて、 今を感じてみたらどうですかみたいな、うん、本質はそこにあるんですよみたいなそういうメッセージになるんですけども対してトマベチさんの場合はこれねあえてこれ面白いのが自我を拡大しましょうっていうメッセージを発信してるんですよ。うん、だからあの突拍子もないもう今までの思考の積み重ねによる 今までの思考の積み重ねから来る解釈をもうガン無視してすごい高いゴール設定をしてあの要はスコトーマまを外しましょう的なまあそういった自己啓発的なメッセージを話してるんですね。うん、だからそういった意味で言うとその東洋思想の東洋哲学の,その自我を見抜きましょう。 この思考のメカニズムを見抜きましょうって話とトマベッチさんのゴール設定の話っていうのはね途中までは同じなんですよまあ途中から違うんですようんえーとまあだから何が違うかっていうとこの精神世界のメッセージとしてはこの思考のメカニズムを見抜いてもっと楽になりましょうって話だとしたらトマベッチさんの場合は思考のメカニズムを見抜いてその 自我をもっと拡張して自,自己実現しましょうみたいな、そういうメッセージになるんですよね、うん。まあこれも過去動画で確か何回か話したと思うんですけども、まあどっちが良くてどっちが悪いってことではなくて、もうみんな好きな方を採用すればいいんじゃないのかなと。 思うんですよね。まあ、あの、自己啓発が好きな方は、その、精神世界の話を自己啓発に使うのも,もう全然 OK だと思いますし、反対に、まあ、ノリさんみたいに、まあ、そういうのめんどくさいし、もう、ダラダラ行きたいんだと。<laughs> もう楽に行きたいんだ、リラックマンみたいな方は、もう精神世界のメッセージ通りにもう、ダラダラしましょうとか、瞑想しましょうとか、まあ、それはどちらも自由なんで、まあ、好きにやればいいんですけども、ただ、こういった話ってのも、 もう一つ抽象度を上げると、そういった選択をしても、どんな選択をしても、それも全て完璧にことが起きているだけでした。ってことになるんですね。だから、本当は人生には間違いなんて何一つ起きてないんですよね。全て完璧なんです。 だから、バカボンパパじゃないですけど、これでいいのだってことになってしまうんです。ただ、ここまで抽象度を上げると、もう話すことがなくなっちゃうんで、またここでね、ちょっと抽象度を下げて、これからもまあ、いろんな話をしていこうかなと思っています。まあ、ちょっとね、場合によっちゃはね、また自己啓発的なことも話すかもしれないんですけども、まあ、その辺は、まあ、その時の私の気分によるかなっていう感じですかね。 はい。えー、っとね、というわけで、えー、ちょっとね、最後にね、質問いただいてるんでね、それにお答えしますね。えー、ちょっと質問長かったんでね、これ、まあ、ちょっとざっくりどういう質問いただいたのかっていうと、あの、要は、守護霊さんとか、ハイヤーセルフとか、神様とか、そういうのはいないんですかもう、できたらいてほしいんですけど。 みたたたいいいいなそういう質問をいただいたんですねでこれはねまあお答えしますと今日の動画でもちょっと話したんですけども結局その自我によるその思考の視点から見ると二元的に見るとそのハイヤーセルフってものがいたりとか神様っていうものがいたりとかそういう話になるんですよ逆にそういう風にしか思考が解釈することができないんですね、うん、だからこの ね、あの東洋思想でいうその真我という考え方も真我というものがあるんだっていう定義にして話をしないとそもそも会話にならないからまあそういうふうにしてるだけなんですけどもでも本当はそういうものは何にもないってのが事実なんだと私は考えています、うん、だからねあの本当の真理の話ってね夢も希望も何にもない話なんですよ、うん、だから 夢がないから真理ってのは広まらないんです。で対してそのまあねよくおさむちゃんを言う <laughs> お手軽好きとかはあのツインソウルがありますとかなんかそういう話をした方がやっぱり夢があるしまあ、楽しい話に聞こえるんでどうしてもそういう話の方が 広まっちゃうんですね。でもそれはもう全部思考による解釈によって生まれてるだけですから、本当はそんなもんはないんですよね。はい。っていうまた夢のない話をしてしまいました。えー、というわけで今日は久しぶりの動画だったんですけども、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。またね、えー、気が向いたら次の動画を上げようと思うんですけども、まあ、あの、最近ちょっとね、いろいろなとこ、まあ、 遊び歩いてることが多いんで以前みたいにねその月にね7本8本とかもしかしたらそのペースではやらないかもしれませんけどもそれもまあ結局、えー、自由意志はないのでよくわからないというのが正直なところですかね。はい最後まで聞いていただきありがとうございましたのりさんでした。